러브 스토리. ラブストーリー 5年ぶりにこの名古屋に戻ってきました。ボルティコ、ボルティコ、ボルティコさんの演技でした。さすがですね。そうですね、なんかあのジャンプもきっちりと、スピンも素晴らしく、スピードもあって、なんかお手本のような、スケートを見せてくれましたね。そうですね。本人、こうあまり表情を崩しませんが、出来としてはどうですか？ 満足のはずでしょう。ですよね。はい、これが最初のトリプルルッツ、はい、コンビネーションですね。ふわっと上がりました。最初のルッツの着氷のところで少しこうバランスをこう失いかけても、それがあんまりこう 目立ちませんでしたよね。そうですね、あの軸が良かったので、はい、問題なく降りることができたと思います。そしてこれがスパイラルシークエンス。彼女はやはりカーブに乗って滑るという、その基本的なことが素晴らしくよくできていると思いますので、 今シーズンのプレシーズン、 さすがに仕上げてきました。ボルチコはテクニカルエレメンツは22.36。これはもう一つテクニカルエレメンツとしては手が出てきませんでしたが、プログラムコンフォーレンスは25点台に乗せました。25.76。トータルは48.12です。安藤リアシンコについて3位です。